アタチュルク国際空港襲撃事件とは、トルコのイスタンブールにあるアタチュルク国際空港で2016年6月28日に行われたテロ攻撃。現地時間22時ごろ、国際線ターミナルがあるターミナル2のタクシー乗り場に爆発物が仕込まれた自爆用のジャケットを着込み、手榴弾と自動小銃の弾倉が入ったリュックサックを所持した3人の犯人たちが、 タクシーで到着した。当初はターミナル内で人質を取る計画であり、それを実行しようとターミナル2に入ろうとした時に、夏なのに厚着をしている犯人たちを見て不審に思った。警察官が犯人たちの一人に近寄って身分証の提示を求めて職務質問を始めたため、当初の計画は失敗となり、その場においてその一人が、 ジャケットの内ポケットから銃を取り出して、警察官に対して発砲を始めて銃撃戦となり、その後に到着ロビーの入り口付近で自爆した。残りの二人は、警察官が犯人の自爆の爆発に気を取られている隙を突き、出発ロビーがある2階に向かい、入り口付近にある手荷物の X 線検査場で、左右に分かれて自動小銃で乱射を始め、一人は出発ロビーの 奥まで走り警察官を引きつけた後に自爆、もう一人はエスカレーターで1階の到着ロビーに降りた後に自爆した。犯行時間はわずか10分間であった。これにより犯人を含む48人が死亡、238人が負傷した。その後の捜査により実行犯の3人はロシアウズベキスタンキルギスの出身であると判明しており、アイスセルが 首都と称するシリア北部の落下から1ヶ月前にトルコに入国したと見られている。また、実行犯への指示役は、ロシア南部の北カフカス地方出身の戦闘員の男と判明している。トルコ当局の捜査により、事件に関連したとして、イスタンブールで13人、沿岸部のイズミルで9人の計22人を30日に拘束した、そのうちの3人は外国籍だった。 また、シリア難民が多く暮らすイスタンブールのファティチクで、犯人たちが入国後にアパートを借りていたことがわかり、警察が捜査で入り込んだ際には犯人たちのうちの一人のパスポートが残されていた。ファティチクでは、警察が住民に対して、犯人たちと思われる三人の写真やビデオを見せて、事情聴取した。犯行声明は出されていないが、トルコのレジップ・タイプ・エルドアン首相は、 アイッセルの犯行の可能性が高いとの見方を示しており、同国政府関係者もアイッセル指導部が関与した極めて入念に計画された犯行との見方を示している。トルコのアンカラでは、反旗が掲げられた犯人を含む48人が死亡、及び238人が負傷した。犠牲者の半数はトルコ国籍であった。トルコのレジップ・タイプ・エルドアン大統領は、 信仰と価値観に関わらず、テロリズムを標榜していると述べて、イスラム教徒の神聖なラマダンガツを狙った、テロ攻撃を非難し、トルコは最後までテロとの戦いを継続する力と、決意と能力を持っているとも述べて、テロ攻撃に対して、闘争を続けることを誓った。ありがとうございます。